マッテオ・レンツィは、イタリアの政治家。閣僚評議会議長、民主党書記長、フィレンツェ市長、フィレンツェ県知事を務めた。フィレンツェ県知事フィレンツェ出身。フィレンツェ大学で法律を学んだ。在学中の1995年、ロマーノ・プロディの講演組織に関わったことで政治の世界に足を踏み入れた。1996年、 キリスト教左派の政治家が再決闘したイタリア人民党に入党。1999年にはフィレンツェ州党初期に選出された。2002年、マルゲリータ民主主義党は自由への合流に参加する。2004年、フィレンツェ県知事にマルゲリータの公認候補として出馬中道左派の選挙連合を、ルニオーネからの支持も受けて59%の得票で当選した。 2007年、ルニオーネの諸政党が合流して、イタリア民主党が決闘されると穏健なリベラル、中道左派の派閥に参加した。フィレンツェ市長2009年、フィレンツェ市長選に、イタリア民主党から、出馬、中道右派連合が擁立したジョバンニが利を抑えて、当選した。市長に就任すると次々と改革を行った。市会議員の定員を半減させ、 自治体関係の公用者を減らして、歳出を削減した。一方で、公立学校の新設、改修に5100万ユーロ、社会福祉関連事業に2500万ユーロを投じ、幼稚園の待機児童を90%減らした。また、観光業を推進するために、市の歴史地区への一般車両上入りを禁止し、公衆無ランスポットも五百箇所設置した。これによって、 年間800万人の観光客を呼び込み、新規雇用の創出にも力を入れた。直接的に被災入を増やすため、歴史的な施設、広場を企業イベントや結婚式のために有料で貸し出したが、これは周辺住民からの反発もあり、議論を巻き起こした。2012年、指導部の若返りを掲げて、当初期調選挙に出馬するが39%の得票に止まり、 イタリア共産党時代からのキャリアを持つ、ベテラン政治家のピエル・ルイジ・ベルサーニに敗北した。ベルサーニは、中道派連合の諸政党が合流した、自由の人民と協議を重ね、ジョルジョ・ナポリターノに代わる大統領として、フランコ・マリーニ現状委員議長を擁立したが、これに不支持の意向を即座に表明した。マリーニを、カリスマ性も、国際的評価もない全世紀からの候補者と批判。 妥協的な人事に対して議会内にいる自派50名はマリーニの大統領就任案に投票しないと述べた。主要政党の幹部は大統領の再選を誇示していたナポリターノが続投することとなり混乱の責任を取ってベルサーニは当初期長を辞任した。2013年同年の当初期長選挙に出馬。ポピュリズムの台頭や 大連立政権などの混乱した政局に対して、誠心な中道政治の復活を掲げ、68%を獲得して初期長に選出された。2014年2月14日、大連立政権を率いるエンリコレッタ首相が改革を進められていないとして、党役委員会で首相辞職を勧告。レッタは連綱との会談後に首相辞表を提出した。 2月17日、ナポリターの大統領より公認の首相に指名され、わずか2ヶ月足らずの間にフィレンツェ市長から首相へと上り詰めた。2月22日、組閣作業を完了させて、正式にレンチ内閣が発足した。閣僚ポストを21から16に減らし、そのうち八つは女性が就任した。39歳での首相就任は、 ベニートムッソリーニの記録を抜いてイタリア史上最年少となる。レンチは重要な改革を毎月一つずつ実行すると約束し、また議会でイタリアは単なる美しい観光地であってはならないと訴えた。また首相就任後初の外国訪問先としてブルッセルでもアメリカでもなくチュニジアを選んで内外を驚かせた。ヨーロッパ連合ではドイツ首相、 アンゲラ・メルケルの政策に反対する首脳たちの中心的な存在として報道されたこともある。2014年、欧州議会議員選挙で民主党が41%の得票で対象した。他の EU 諸国では EU 会議派や反対性の政党が対象していたが、イタリアはこの潮流に逆らう結果となった。また、それまで選挙を経ていなかった連地の民主的な政党性が、 初めて示されたとされた。同年3月、内閣は国の首脳たちのために使われていたマセラティジャガー、BMW アルファロメオなど1500台の高級車を競売にかけた。そのうち170台はイーベを通じて直ちに売れた。2015年1月31日、大統領選挙の第4回投票において、自らの支持するマッタレラを大統領に当選させた。 同年8月には初来日している。タイ人首相としてはさはながら自由主義的な経済改革を進め、労働市場改革などで企業の業績を向上させていたが、貧富の格差も広がって労働者層の利反を招いている。また、上院の廃止など請求な改革を推進し、手法が民主的ではなく独裁的としてリベラル勢力からも批判されており、 独善的な行動から徐々に正解で孤立しつつある。元老院や地方政府の持つ権限の削減を提唱し、そのための憲法改正を問う国民投票を2016年12月4日に規定した。この際に退路を断つために改正案が否決されれば首相を辞任するとしたため、連地に対する事実上の信任投票と受け止められた。 当初から各種世論調査では反対派が優勢であり、党内でも連地に反対する政治家が当確運動を行った。2016年12月4日、国民投票の結果で憲法改正は大差で否決される見通しとなった。同年12月7日、マッタレラ大統領に辞表を提出して首相を辞任。2月19日には当初記長からも退任した。 退陣の際には権力に固執せず、潔く政治家から身を引くとして、政界引退を声明している。2017年2月19日、前言を翻して、政界復帰と初期長選挙で再選を目指す意向を、発表、3月7日に、初期長へ再選されたものの身勝手な言動に、党内で反発が広がった。旧敵であるピエル・ルイジ・ベルサーニラ憲法改正に、 反対した民主党議員が離党して新たに憲法第一条民主進歩主義運動を決闘、決闘から10年目にして民主党は分裂状態に陥った。2018年3月12日総選挙でイタリア民主党が率いる中道左派連合は上下院で議席の半数を失う歴史的大敗を喫し同盟へ、へ五つ星運動という左右ポピュリズムの 大連立政権を前に野党へ転落した。同年3月7日、選挙敗北の責任を取って、再度の初期長退任を声明した。その後はしばらく中道派の議員の一人として、旧進左派や左派ポピュリズムに理解を示すニコラ、ジンガレッティ初期長への批判を続けている。同盟と五つ星運動の対立で、コンテ政権が退陣に追い込まれたのに対し、 民主党と五つ母子運動が連立して、第二次、コンテ政権を擁立する動きが起きたことに強く反対している。第二次、コンテ政権発足直後の2019年3月29日、民主党からの離党と、新党結成を宣言。引き続き、コンテ政権を支えると表明したが、政権内からは困惑の声も上がった。その後、イタリアビバを決闘した。 2020年の新型コロナウイルス感染症拡大の局面では欧州連合の資金を活用しての復興政策をめぐって投資を重視していないと政府案を批判するなどコンテとの対立が生じるようようになった。2021年1月13日に連継は連立政権からの離脱を表明し内閣から閣僚を引き上げ、コンテ内閣は少数与党に転落した。 レンチは、会員に提出された、コンテナイの新任決議案は否決されるだろうとの、見通しを示すなど強硬な姿勢を見せたが、世論の支持は得られず、法の支持率は低迷。18日から19日にかけて、上下両院で行われた、新任投票の採決でも法所属議員が、棄権や欠席に回ったこともあって、新任決議は可決され、レンチの反乱は、失敗に終わった。 とはいえ少数与党で政権運営が苦しい状況は変わらず1月25日には首相府がコンテは首相を辞任する見通しと伝えた妻は高校教師のアニエーゼランディに夫人との間にフランチェスコ、エマヌエーレ、エステルの二男一女がいる演説がうまくメディア戦略によって民衆の心をつかむのに長けている一方で ベテラン政治家たちを、老害と呼んで排除するなど等に不協和音を生み出しており、マスコミからは、壊し屋と呼ばれている。神を引き合いに出すことを好んでいる。親しい友人たちの話によると、レンツィは、教会の司祭に、待ってを、確かに神はおられる。だが君ではない。肩の力を抜きなさいと悟された。2014年時点で90万人以上のフォロワーが、いる。 ツイッター中毒。大統領、ナポリターノから首相に指名された2分後には、行くぞ、行くぞ、と興奮気味のツイートをした。朝6時40分に、首相官邸の中庭の写真付きで、政府の緊急案件を処理中、おはようとツイートしたこともある。猛烈な仕事人間である。側近たちは、レンツを3分以上座らせておくのに苦労している。朝早くから仕事をしており、 寝るのは午前2時で日曜日も仕事をしている。アメリカの政治モデルを評価している。民主党初期挑戦に出馬した時は国中を車で回るというアメリカ流の選挙活動を行い支持者から資金を集めた。敬愛する政治家は元イギリス首相のトニー・ブレアとアメリカ大統領のバラク・オーバマ。一方、イタリア国内ではムッソリーニ・トレンツィを同一視する批判もある。 これは、リベラル的な恩恵査派を辞任しているにもかかわらず、議会運営が請求かつ強権的なためである。連地は、比例代表制について、過半数を得る政党がなければ、再選挙を行い、その場合は、第一党かつ40%以上を得票した、政党に過半数を与えるとした選挙法改正を行い、さらに憲法改正による、 実質的な一員制への移行を推し進めている。これはムッソリーニが独裁の過程で実施した改革と類似しており、若手政治家として首相となった点も似通っている。もちろん、レンツ自身の辞任ではなく、また国家ファシスト等の流れを組むイタリアの同胞は、レンツ内閣と敵対している。ありがとうございます。